アフリカ海賊団アフリカセントです。よろしくお願いします。はい、ちょっと待ってくれよ。ダメです、ダメです、ダメです、ダメです。というわけで、はい、レゾード到着しましたっていうか、まあ、レゾード向かってる途中です、はい、っていう感じで、はい、改めて松井氏です。あ、それでください。あ、今日はですね、実はこの方とミティ噛んじゃった、この方と、見に来ております。ありがとうございます。あ、アフリカ海賊団アフリカセントです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではよろしくお願いします。お願いします、はい、そうなんですよね、今日は船長のね、一緒に観戦ツアーのね、企画に、はい、僕がもう、なんか逆オファーみたいな感じでありがたいですよね、めちゃくちゃ参加させていただこうかなと思って、はい、帽子かぶってないんで多分誰かわかんないですよ。いや、多分、みんな船長だ船長だってコメント欄で多分言ってます。ぜひよろしくお願いします。今日は、一日よろしくお願いします。お願いします。ちょっとそれは行きましょうよ。それは あんだけ行列並んでるんで、マジっすか、別宅はマジか、確かあとは農園キアさんのレモネードと、あ、唐揚げと、はい、唐揚げいいなぁ、うまそう。別宅は多分別宅食べた方がいい。あ、はい、ちょっと別宅はあれっすね、なんかなかなかたこ焼きちょっと気になりますね。買いに行きましょう。ぜひぜひ行きましょう、行きましょう、行きましょう。Oh.
だけで、はい、試合終了しました。コルニダが今なんか言ってるけど、はい、0対2で残念ながら完敗です。いや何もない何もない試合です。いやちょっと待ってくれよ。ダメージ2倍です。2倍です。ダメージ2倍です。ちょっと待ってくれよ、はい、本当。いやまあかなりショックですけどね。もう やり続けるしかないですね。そうっすね。はい、まあ、熊本で勝ちましょう、こういったはね。はい、はい、まあ、応援しよう。熊本で勝つしかないんで。やばい、うん、頑
あーもうなんか自然とやばい、今涙目になってきた、ちょっとだって。はい、というわけで、今日はね、はい、船長の企画にね、はい、参加させていただきました。ありがとうございます、本当に。はい、ありがとうございます。またぜひ大分に、まあ、また来週再来週ぐらいで来ていただいて、はい、まあ、多分また1年後になるかもしれない、半年か。はい、また大分に行った時は、はい、ありがとうございます。はい、ありがとう、ありがとうございます。どうぞ、ありがとうございました、船長。はい、ありがとうございます。こんな感じで、まあまあ、はい、まあ、みんなもう配信でいろいろ言いたいことはあると思うから、それでコメントしてください。はい、ありがとうございます。